皆さんこんにちは。ボーネルンド高林坊大和店の米泉と申します。私がご紹介するのはこちらバスストップゲームです。数を数えられてゲームのルールが理解できる4歳頃からおすすめです。セット内容はこちら、2人から4人で遊べます。道路ボードの上にバスのコマを置き、サイコロを転がし出た目の数だけ進むスゴロクゲームです。ただそれだけではありません。マスに止まったらルーレットを回します。マスにはプラスとマイナスの記号が書いてあり、止まったマスがプラスの場合、出た目の数だけ乗客カードをバスのカードに載せていきます。止まったマスがマイナスの場合、出た目の数だけ乗客カードを下ろしていきます。これを繰り返して、すべてのバスがストップの最後のマスに止まったとき、バスに乗客が一番多い人の勝ちです。バスに乗せる、下ろすを繰り返し、数が増える、減るに慣れ親しむことができるので、足し算、引き算の理解にもつながります。また、バスストップゲームは運の要素が大きいので、勝ち負けに力の差が出にくく、大人と子供を一緒に楽しめます。マスに止まった時に〇〇町に到着しましたよや、エミリーちゃんが学校の帰りにバスに乗ってきましたねというふうに具体的な名前やシチュエーションをつければ想像力を使った遊びになるので、より遊びの幅が広がりますね。バスストップゲーム、ぜひ皆さんで楽しんでください。